せです。よろしくお願いいたします。この美作家大会というものが1994年北九州大会が第1回となっております。これからの演劇が創造型、市民が実際に作る側や劇はどうやってこんな風になっているんだろうということを考えながら劇を見ていく、そういうことが盛んになっていくだろうということを普及する意味と、直に会ってみていろんなことが分かったこと、その、喜びもあり、その流れの中で劇作家大会というイベントをやりましたが、これはいわゆるシンポジウムであるとかワークショップであるとか講座、そういうものがいっぱいありました。今でこそいろんな工場の劇場やそういう団体によって演劇についての講座やワークショップはどんどんやってますけども、その頃はあまりやられてなかったんですね。でもそういうことこそすべきことだというふうに認識される方が増えて、どんどん普及していったということがあると思います。まあ、劇作家大会というものが東京以外の場所をわざと選んでおります。つまり演劇というものは東京や大阪や一極集中ではダメだろうということがあって、地域の皆さん、そして公共と民間が一緒に合う形でいろんな意味で混ざり合うもので、本当に演劇というものがたった一人ではできないものとしてある、そういうことをちょっとみんなが確認しながら演劇というものの独自の魅力、そういうものを味わっていただく、そういうものとして始まりました。私たちももう20年以上これをやってきて、やっぱり変わっていかなきゃいけないなと思っています。大分の皆さんと行うことによって、非常に効果的なことが行われるのではないかと思いますし、劇作家大会大分という場所でやれることにとても興奮しております。よろしくお願いいたします。